寮生であり、NASA が認める天文学のスペシャリスト、パトリース・フェイ先生。月は時に高く、時に低く、位置をずらしながら地球の周りを回っています。日食は太陽と地球の間を月が通るとき起こる現象なんです。じゃあ一つクエスチョン、皆既日食と金環日食の差を教えてあげますか。月は楕円を描きながら回るため、地球との距離が時期によって変わる。太陽が隠れてしまう皆既日食は月が地球に近いからです。そう、以前ボビー親子が中国で捉えたのが皆既日食。月が太陽をすっぽりと覆い尽くし、辺りはまるで夜となる。うっすらとこぼれる光はとても幻想的な。これが皆既